近藤雅彦、近藤雅彦、近藤雅彦、1964年7月19日体は、日本の実業家、会社役員、歌手、俳優、タレント、元レーシングドライバー、ソニーレコーズ所属、血液型大型、身長173センチメートル、ニックネームはマッチ、名付け親は、事務所の先輩、松原秀樹、既婚者、神奈川県大和市出身、 役員を除いたジャニーズ事務所所属のタレントでは最年長である。また、レーシングチーム、今度レーシングを運営する株式会社 MK カンパニー代表取締役社長兼チーム監督としての顔も持つ。1977年中学1年の時にジャニーズ事務所に入所。1979年10月 TBS のテレビドラマ3年 B 組。 金八先生の生徒、星野清役でデビュー。同じくセット役だった田原俊彦、野村義夫と共に、田野金、トリオとして活躍。その後、1980年12月に、スニーカーブルスでソロ歌手としてデビュー。1980年代を代表する男性アイドルとして、ザベスト10やザトップ10などの歌番組を中心に活した。 1981年、1983年のブロマイド年間売り上げ成績で第1位を獲得。1987年の第29回日本レコード大賞において愚か者で大賞を受賞した。また、ファンによる数々の新鋭体も誕生、事務所では応援グループという呼び名で統一。新鋭体という言い方はさせなかった。 ステージ用の応援コールとして、G、GUTS 近藤、ド彦まさひこアダルトタッチのセクシーボーイマー、さひこというフレーズも作られた。男性アイドルとしては珍しく、同年代の男性ファンも多く獲得、歌手活動と並行して、テレビドラマや映画などで俳優としても活躍した。2005年末にデビュー25周年を迎え、ソロとしては7年7ヶ月ぶりに新曲、 挑戦者をリリース、楽曲提供6センチし、ディナーショーも開催。歌手としては、約7年ぶりに、ファンの前に姿を現した、鹿児島、東京公演では、少年隊がゲスト出演。同年以降のジャニーズ年越しライブにも、スペシャルゲストとして参加している。 2007年5月9日に発売されたライブ DVD については映像作品では1987年3月30日付にビデオー、ロック、A、ええ、もので獲得して以来20年2ヶ月ぶりの1位獲得となった2009年9月1日放送のテレビドラマ内田康夫旅情サスペンス岡部警部シリーズ暮らし殺人事件ではドンウォリー 以来のドラマ主演を務め、2007年8月31日に、第2弾として、玉湖犯殺人事件、2008年9月5日に、第3弾として、13の墓標が放送された。2010年11月20日、第52回日本レコード大賞の最優秀歌唱賞,賞に選ばれ、自筆のコメントを発表した。2011年3年 B 組「金八先生ファイナルにて、 3年ビー組、金八先生第4シリーズ第10話、以来16年ぶりに、星野清役として出演。1984年に富士フレッシュマンレース第2戦に、日産、マーチで参戦。35,400人の観客を動員したのを皮切りに、日本一早い男の称号を持つレーサーの星野和義の下で、レース活動をし、 1988年から1993年にかけては全日本海産選手権に参戦した。1994年にはフランスのルマン24時間レースに初参戦。この年、全日本 GT 選手権 JGTC GT1 クラスに参戦し、初優勝をポール・トゥ・ウィンで飾る1992年の全日本海産選手権チャン・オンのアンソニー・レードとの コンビ。1995年にも、同じく GT1 クラスで優勝したほか、その後も GT500 や GT300 クラスにおいて、数々の表彰台や入賞を獲得した。その後も、全日本海3000選手権、フォーミュラ日本、全日本 GT 選手権などの全日本各式の最高峰カテゴリーでの表彰台や入賞を、 獲得するとともに、ルマン二十四時間レースにも引き続き参戦した。特に乾燥率の高さには定評があり、ルマン二十四時間レースにおいては九百九十五年に雨にたたられて荒れるレース展開の中、マクラーレンか一夜、フェラーリーか40等6 0馬力を発揮するマシンが、バッコする同じ g t 一クラスの中で四百五十馬力と、非力な日産 GTRLM で、 総合10位という仕組みを遂げている。また翌年には同じように雨の中のレースでフォーミュラ日本で入賞している。2002年をもって監督業に専念するためにレーシングドライバーとしての活動を中止したが、その後もラフェスタ・ミルレ・ミリアなどのクラシックカーラリーに参戦している。1998年に当時所属していたチームトムスの協力により、 若手ドライバー育成を目的に、今度まさひこレーシングプロジェクトを設立して、全日本海産選手権に1年間監督として参戦、レーシングチームの運営ノウハウを学んだ。そして2000年に、自らのレーシングチーム、今度レーシングを設立し、フォーミュラ日本への参戦を開始。2006年から、スーパー GT への参戦も開始した。2007年には、 スーパー GT 第4戦、マレーシアセパンサーキットにて、今度レイシングとしての初優勝を飾った。2008年もセパンサーキットで優勝し、連覇を達成したのに続き、フォーミュラ日本第7戦、富士スピードウェイでも8年目にして初優勝を達成した。2009年は、世界的な景気交代の影響を受けて、 フォーミュラ日本への参戦は休止するが、スーパー GT には引き続き参戦した。スーパー GT 第一戦、岡山国際サーキットにて、豪雨を制し国内初優勝を飾った。2010年もスーパー GT 第一戦、鈴鹿サーキットで優勝し、開幕戦に連覇を達成した。フォーミュラ日本には、第五戦から松田次を要して復帰し、その後同選手権が、 スーパーフォーミュラに解消された後も参戦。また2012年から、今度レーシングは育成の一環として、日産自動車大学校とジョイントし、スーパー耐久の ST、X クラスにも参戦を開始、2016年にチャンピオンになった。2015年スーパー GT 第4戦富士では、自身にとって5年ぶりとなる優勝を飾った。 2016年はさらにタイア無交換の奇襲を二度成功し、双方で勝利を挙げたほか、2018年にはスーパーフォーミュラのチーム部門でチャンピオンに輝くなど、1アイドルを超えてたチームの監督や、ファンも認める一人前の監督に成長した。なお公式ホームページには、肖像権がタレント活動とは別に管理されているためか、近藤の顔写真が掲載されている。 30年を超える長いレース経験や全日本各式のレースにおける複数回の優勝などプロのレーシングドライバーにごする成績を挙げていることから国内外のレース界では歌手ではなく元ドライバーのレース監督として認識されておりレース界での広い交友関係を活かし2006年から東京都のお台場で行われているモータスポーツジャパンではイベント全体のスーパーバイザーを務めている フジテレビの F1 中継、海一グランプリ2989年日本グランプリでピットレポーターとして初登場。その後、2003年から2011年までの地上派で、海一中継のレギュラー解説者を務めた2012からは日本 GP の BS 中継のみ出演。FNS 歌謡祭、フジテレビ系列には1八十一年に初出演していて、 以降も多数出演している。1991年から1998年はデータ不明のため、1999年以降の出演データを記載。2014年12月3日放送の 2014FNS 歌謡祭では、自身のデビュー35周年を記念としたスペシャル企画して、ジャニーズ事務所の後輩であるスマップ、トキオ、キンキキッズ、V6。 嵐、滝沢秀明、ニュース、関ジャニエイト、カトゥーン、ヘイ、セイ、ジャンプ、キシュマイニホリンとセクシーゾーン、ABCZ、ジャニーズウエストの14組70人とのそれぞれのコラボレーション、共演でスペシャルメドレーを披露した披露曲は上記三章。二千十七年十二月六日放送の二千十七 f n s 歌謡祭第夜では、 自身初の試みとなるスペシャル企画として自身がボーカルでギター高見沢俊彦ザ・アルフィー、ギター上島茂トキオ、ベース丸山隆平関ジャニエイトドラムス大倉忠義関ジャニエイトギター山本彩 NMB48 キーボード竹部里氏による番組限定の人よ限りのスシャルバンドを結成してスペシャルメドレーを披露した 披露曲は上記参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。